スセシビューティーマネジメント2022年も、はい、オーディションを開催したんですけど、はい、全国120名以上の方が応募してくださって、うん、新しい能力可能性っていうのもたくさん溢れたオーディションで、新しい体制でまた前例がないことばかりなので、いろんなお声が届くんですよね。本当にたくさんの方の人生に触れさせていただくの で、やっぱ感じることってたくさんあるので、うん、もっと何か次のこっちのことでできないかなと、うん、ビューティーが、うん、挑戦する場所っていう風に見ていただいて、障害当事者って言ったらアクセシビューティーマネジメントっていうなるように、ちょっと日本中にしっかり広げていって活躍も広げたいと思ってますし、しっかりその社会が変わるだけじゃなくて、みんなで変わっていくっていうところをしっかりやっていきたいです。トリスマ、はい、ということで引き続き臼井理恵さんに来ていただいてます、はい、よろしくお願いします。はい、引き続きよろしくお願いします。前半の方で、前編の方で理恵さんの、なんでこういう事業をやってるのかとか、どんな事業をやってるのかとかお話しいただいてるので、まずはこちらを見ていただければと思います。はい、書いてあります。はい、理恵さんがやってる事業は何人のことやってるか。美容業界が手掛ける障害者専門芸能事務所が今のメイン事業ですね。芸能事務所、はい、それに伴うモデル事業、そうですね、スクール運営だったりとか、まあ、様々なちょっと障害者モデルとかタレントの子を表のお仕事につなげていくという活動、企業さんの案件だったりをやったりとか、はい、あとはインスタグラムの SNS でフォルテっていうウェブマガジンを、ぜひ見てください。はい、そんな感じでやってらっしゃるリエさんも、今力を入れてるプロジェクトってどういうところになりますか。プロジェクトはやはり一番メインの軸は今は芸能事務所ですね、うん、はい、先週も2022年も、はい、オーディションを開催したんですけど、はい、全国から120名以上の方が応募してくださって、新しいポルテマナジー。20名ですか。で、去年もそんくらい。去年はトータル200名ぐらいだったんですけど、私はちょっと拡散力が減ってしまったっていうのもあって、うん、少し人数は減ったんですけど、でもすごく新しいこう顔だったり、新しい能力可能性っていうのもたくさん溢れたオーディションで、そこから新しい所属者も決まり、新しい体制でまた。すごいですね。ちょうどこの撮影してる1週間か2週間前に、そうなんです、ね、最終審査が終わりまして、もう決まったんですか。決まりました。あ、そうなんだ。はい、あ、じゃあ発表、なのでこの動画が出る頃には発表されてると思うんで、はい、ちょっとなんかリリースとかあったらメダに書いておきますので、はい、ぜひそちらを楽しみにしていただければと。じゃあ今芸能事務所を新しくオーディションしたメンバーも含め、これからどんどん動かしていくっていう、はい、かなり事務所拡大していく、うん、事務所拡大か、すごいな。今までは、まあ、所属者っていうのが、うん、本当に最初の1年は10人ぐらい、うん、理念共有ができていて、しっかり表舞台に出ていく子に限ってたんですけど、やっぱりこの1年ですごくたくさんのお仕事とか可能性をいただけたので、もっともっと該当する当事者の方を増やしていきたいなと思って、所属者、研究生、クラブメンバー、パートナーっていう 4つの枠を作りまして、オーディションで所属できるセクションと、本当にご自身がやりたいと思って登録ができるセクションと作ったので、このアクセシのクラブメンバーっていうのは興味があったら誰でも登録できますので、そこに登録しとくと、なんか案件が、モニター案件、なんかこの商品を使ってみて、モニターしてほしいですとか、なんかあるか。もだし、所属者に該当しない CM 案件とかがクラブメンバーの方に流れたりすることがあるので、じゃあこの子ちょうどいいかなっていう風になると、このめちゃめちゃいきなりパンと次の日に大企業の CM が決まるかもしれないです。まあ、でも障害のね、度合いとか種類とかもなんか、ね、例えば難病のこの難病の人いませんかみたいなのはあるかもしれない、ね、そうなんです。で、結構この最初の1年でそれが原因で取りこぼしてしまったお仕事も、まあ、要はうちにいないので、じゃあ健常者の事務所でオーディションしますとか、やっぱそうやって当事者の子がせっかくね出る機会が、あ、そっか、うん、落としちゃったりしたこともあったので、それってやっぱどこかに絶対いるはずなんですよね。なので、まあ、所属者とか芸能のお仕事っていう本格的にじゃなくても、ちょっと興味があったり、うん、理念に共有してて何か一緒にやりたいなみたいな方はクラブメンバー登録をしていただくと、本当にあっと驚くチャンスがあるかもしれないですし、先日もそのメンバーの方から NHK のミニドラマに出演という、主演
すげえ。はい。出演、はい。そういう、はい。出演両方。あ、両方。すげえ。だからそういうのがあるので、やっぱり、まだまだ当該者芸能っていうところが、本当に始まったばっかなので、チャンスがものすごい、どこで爆発するかわからない、うん、面白さもあると思います。いや、今本当に企業さんでも力入れてらっしゃる会社さんが多いから、はい、なんか本当に、もうね、障害、ダイバーシティ&インクルージョンとか、はい、SDGs とか、そのあたりにね、結構あると思うので。求められてると思います。多分ね、そういうのがこの会社で働くとかもしかしたらね、あるかもしれないんで、そういうなんか、つながりが広がっていくと、すごくいいのかなと思いますんで、その芸能事務所が広がっていくといいかなって、ぜひ、まずはクラブメンバーに、はい、ぜひぜひ。してもらって、結構そのね、登録メンバーがどれだけいるかとかも、企業さんにとっては、そう、価値があると思うんで、本当に、登録していただくと、なんか、そのね、障害になる仲間のためにもなること。そうです。やっぱこれだけ、こう、アクセシの理念に共感してる人がいるっていうだけで、やっぱりその必要性、当事者の方に目を向けたり変わっていかなきゃっていう企業のなんか説得力にもなると思うんです、うん、決してこうモデルのお仕事とかただここで美容とかで完結してる話ではないので、やっぱり社会を変えていくっていう部分をメインに企業を進めてるので、うんうん、そうですね、はい、メンバーの方がたくさんいたら嬉しいですね。ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。うん、はい、じゃあそんな感じで今力を入れてる芸能プロジェクトがあると思うんですけども、はい、いろんな事業をやってると思うんですけども、はい、その中でなんかこういうことを大切にしているみたいな価値観ってあったりしますか？2つあって、はい、当事者の方と二人三脚で進んでいくからこそ振り上げられるものだなっていうところで、うん、決してこう会社側とか運営側のペースではなく、うん、一緒に進んでる当事者のことチームとなって進むっていうところはすごく意識しているのと、うん、前例がないことばかりなので、うん、いろんなお声が届くんですよね。やっぱり普通はこうじゃないか、うん、障害者のコミュニティはこうじゃないとか、うん、当事者の方からも様々なご意見が届く中で、やっぱりそれだけにこうフォーカスしてしまうとできなく動けなくなってしまう。やっぱり前例がない、そしてこれから変えていくっていう役割だと思うので、あまりこう周りのノイズに惑わされることなく、うん、自身の理念とか信念をしっかり持って進んでいくっていうことはすごく大切にしてます。でもね、ブレないでやっていくっていうのがめちゃくちゃ大事です。まあね、もちろん軌道変更はあるかもしれないんですけど、そうですね、たくさんあります。全員が全員の声を聞いてたら世の中変わらないんで、本当にそれは変えようっていう、ちょっとまあもちろんね、当事者がいないところでやったらですね、当事者メンバーと一緒にこう二人三脚で組んでいるっていう中なので、もう本当にこれを信じてやっていくっていうのはすごく価値があるのかなと。まずね、二人三脚でやっていくっていうところでもね、なんかオーディションとかでもね、もう受けて落ちちゃったら終わりとかじゃなくて、この辺のフォローとかもねちゃんとされてて、そのインスタグラムとかでもなんかね、こういう今回はチャンスとしてこう流れなかったですけど、本当に泣く泣く選ばせていただきましたみたいな投稿とか結構ねありますもんね。もう本当に泣く泣くっていうところですよ。いや、本当たくさんの方の人生に触れさせていただくので、今この瞬間のねオーディションだとすごく限らなければならないですけど、やっぱりその落ちてしまった方たちの人生に触れさせていただいて、やっぱ感じることたくさんあるので、これだけが結果じゃなくって、こういう方のためにもっと何か次のこっちのことでできないかなとか、本当はね、できたらみんなにね、そう、本当です。してもらいたいけど、やっぱね。あ、でもそれで言うと、さっきの4つ目のカテゴリー、事務所の、パートナーっていうところは、運営メンバーで、プロジェクトリーダーとして、当事者の方に活躍していただけるようなカテゴリーができていて、今、こう、アクセシビューティーが、こう、挑戦する場所っていう風に見ていただいて、たくさんそのモデルになりたいって、オーディションを受けていただくんですけど、やっぱそこを通過点として、本当はもっと社会をこうしていたいんだとか、自分がその当事者として出ることで、例えば新薬の研究を進めてほしいとか、どちらかというと、そのモデルが手段でしかなくて、もっともっと社会貢献したいっていう方も多いので、そういう方は無理に表に出る必要はなくて、クラブメンバーのリーダーとして表に出たりとか、あと企業の方と一緒にコラボするっていうのを私たちのスタッフの一員としてやっていただくっていうのセクションも作ったので、まさに多種多様な役を見つめていけたらいいなって。プロジェクトリーダーとかでもね、大事ですからね。当事者かつプロジェクトを動かせる人ってめちゃくちゃ強いと思うので。やっぱみんな得意不得意があると思うんで、表に出ることだったり、裏方だったりとか。そうですね、裏方でもリーダーシップ取るタイプと、なんかその確認とか僕が苦手なんで、すごい確認とかする人とかね。それぞれね、やっぱ資質を生かした方がどんどん膨らんでいくと思うので。でもね、オーディションとかね、その仕事の、クラブメンバーとかやる中で、
どんな人か分かるから。あ、そうですね、それもいいですよね、はい、こんなのやってみないみたいな、言いやすいっていうか、うん、そうですね、うん、決してこう表舞台に出る人だけじゃないよっていうところは、あのオーディションとかでやっぱ去年伝えられなかったところなので、うん、今年はそういう枠を用意できているので、あ、素晴らしい、はい、じゃあそんな感じで当時のカントリー入山客やることと自分たちの価値はあるんだ、ブレずにやるっていうところがね、はい、あるので、ここは本当にブレずにこれからもやっていってほしいなと思います、はい、ちょっとね一応みんなに聞いてるんですけど、うんうん、僕に期待してる人とか一緒にやりたいこととかあれば、あのでもこれが結構まさに答えで、あ、こういう活動を知らない人もたくさんいると思うので、カトリーさんはじめとしたこのインフルエンスされてる方たちが、うん、このアクセシの存在を広めてくださることとか、やっぱこの活動をして何かこう一緒にやろうって言ってくださることっていうのは本当に私たちのできない役割なので、そういうところはすごくこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、あ、本当にね、やっぱ僕も当事者の、ね、発信者としていろいろな活動を応援してくれる、やっぱ障害のある方を応援してくれる活動してる方っても無条件に嬉しいので、そういう方は紹介していきたいなと思うので、またことあるごとに出ていただきたいと、はい、やっぱモデルさんとか所属してることにの話もどんどん聞いていきたいなと思うんで、あの僕の中であのこれはシリーズ化するんじゃないか、アクセシビューティー界そうだから僕の中でアクセシビューティー界とウィーログ界とウィーパラ界は多分続くと思うんでって感じです、はい、しっかり応援して、はい、モデルさんの話も本当聞きたいので、うんうん、ぜひこうあのご紹介でいただければと思います、はい、一緒にぜひ発信できればと思いますので、世の中を変えていくお手伝い、うん、ちょっと僕もできたらなと思います。それこそね、こう自分たちのメンバーじゃなくても、ここもやっぱり二人三脚になれるのであれば、うん、みんなこう思いは結構一緒だと思うので、なかなかねやっぱ誰がやるかってなっちゃうときはビンビンで誰かってどっちでもええやん、とにかくやろうよみたいな感じになるといいですよね、はい、もう取り合いじゃなくてみんなで作るっていうのもね、はい、いいですよね。ありがとうございます。すごい嬉しい言葉いただきました。じゃああとは今後の夢、実現したい世界がもう大きいと思うんですけど、多分ね、そうなんです、大きいし本当たくさんあるんですけど、ね、うん、でも今今日お話しさせていただいたように、芸能事務所セシビューティーマネジメントが今メインの活動となっているので、ここをしっかりあの確立していくということで、まあ、イケメンがたくさんいる事務所といえばとか、あと、まあ、アイドルをプロデュースするといったらとか結構あるじゃないですか、まあ、今言わないようにしてるんですけどだけど、じゃあ障害当事者といったらアクセシビューティーマネジメントっていうような認知になるように、ちょっと日本中にしっかり広げていって活躍も広げたいと思ってますし、そのためには所属している当事者の子たちの実力向上とか、やっぱりプロ意識のこう育成っていうところも本当に欠かせないものなので、ここはやっぱりスクールであの育てていくっていうところで、しっかりその社会が変わるだけじゃなくて、当事者も一緒に、もちろんアクセシビューティーが間に入って、しっかりみんなで変わっていくっていうところをしっかりやっていきたいです。いいですね。なんかやっぱなんていうんですかね、障害とかあると多少下駄履かしてくれるみたいなとこもあるんで、そこはちゃんと実力がつくようにフォローをするっていうのはめちゃくちゃ大事だし、なんか結構そこは本当にかっこいい、本当に可愛いっていう世界観を作るっていうこだわりを持たれてらっしゃるので、まあ、さっきも話しあったけどポージングの先生頼んだりとか、ちょっと本当にね、もう皆さんすごいですよね。でも雰囲気が全然経験本当ないのみたいな感じ、しっかりプロの方に育成していただいて、やっぱりスクール受講してる子っていうのはものすごく変化してきてるので、まだまだ、ね、足りないですけれども、もっともっとこうみんなでその可能性を広げていくためには、障害の有無に関わらずっていう、私たちの未来が叶えば叶うほどやっぱりそこの差別はされないので、障害っていう部分をこう区別として自分のポジティブな個性としていくようにするには、しっかり自身のプロとして技術をつけていかなきゃいけない。あ、確かにね、じゃあ自分の自信とかもすごい大事ですよね、うん、チャレンジするきっかけにもなるし、なので技術向上はもちろんですけど、コーチングとかプロ意識とかで、あ、それ大事だ、はい、しっかり心の部分もケアしながらプロ育成というところに、まあね、確かにまず意識変われば変わりますよね、結構みんな、ね、でオーディションも残る子たちが芯が強い子たちだから、うん、あとはちょっとね、技術テクニカルな部分で変わっていきますよね。なんか結構みんな現在地も違いますし、うん、目的地も全員違う中で、なんかこうエンタメ芸能の世界だと横並びで比べてしまうじゃないですか、うん、あの子の方が自分なんてとか、だからそこはあの個々のしっかり現在地と未来目標をしっかりさせて、あのブレずにね、努力していってほしいっていう思いで、コーチングレッスンなんかを受けています。お、素晴らしいですね、うん、メンタル的
にも技術的にも変えていくっていうのがすごいですね、はい。まあ、今後ねみんな活躍できる世界になるといいと思いますので、はい、僕も引き続き応援してありがとうございます。頑張ります。あ、じゃ あのこれ見て出してくれてる方に、はい、なんか視聴者にメッセージ、はい、メッセージ、なんか今日お話しさせていただいた感じで、うん、アクセシビューティーは美容業界そして芸能事務所として、うん、皆さんが一人でも多くの方が主役だったり社会参加就労につながるような場所を用意してますが、あの全ての方に当てはまるわけではないと思っています、うん、そうね、ですが、アクセシビューティーマネジメントに所属するモデルやタレントの姿を見ていただくことによって、なんか自分も一歩進んでみたいなとか、自分も何かにチャレンジしたいっていう気持ちを持っていただけたら本当にありがたいですし、この動画を見てちょっと関わってみたいなって思ってくださった方は、ぜひクラブメンバーの情報を見ていただいて、メンバーだったり一緒にね活動ができたら嬉しいなと思います。一緒にね活動できるし、これになっている方からね、いらっしゃるといいですね。僕もね本当にモデルとか美容とかそんなに関係ないっていうか、別に障害っていう分野でいろいろ見てるんですけど、やっぱポルテの投稿とか見てると結構すげえなみたいな、嬉しいですね、雰囲気出してるとか、なんか俺も浴衣着てみたいなそうかとかはありますよね。浴衣着たりとかかっこいいの着てちょっとおしゃれしてみようかなみたいなのがあるので、嬉しいです。はい、こんな感じでね、はい、本当に普通のインスタグラムとして楽しんでいただくだけで、はい、それでマガジンぜひフォローしてください、はい、なので告知 PR 今しちゃったと思うんですけど、はい、PR 的なこととしてはまずクラブメンバー登録してほしいっていうのが一つですかね、はい、あとポルテ見てポルテマガジン見てください、見てほしいっていうのが、あの情報の発信とかはどこでやってるの？結構インスタグラムのストーリーズとかがやっぱ一番早いんですけど、それはリエさんの会社の方、会社の方とかポルテとアクセシビリティのアカウントがあって、芸能事務所マネジメントの方のアカウントが入ってきたので、ちょっといろいろごちゃごちゃしてしまってるんですが、アクセシビリティの、はい、インスタグラムとマネジメント事務所とスクールとポルテがたくさんあって、はい、って感じか、はい、そこら辺で発信して、はい、やっぱクラブメンバーには連絡いくんですか、こういうオーディションがあるんですか？もちろんです、はい、クラブメンバーに登録しとくのが一番だから、そうですね、でクラブメンバーもしっかりホームページに掲載するので、実はカメラマンの写真撮影があって、そうなんだ、いいですね、宣材写真撮っと、はい、そうですね、あの専属の子たちとか研究生はヘアメイクとかスタイリングもつくんですけど、あのクラブメンバーの方たちは、まあ、撮影のみ、うちのカメラマンが来て、いいですね、でメンバーとしてしっかりこうあのホームページ掲載して顔も盛るんですよね、はい、なるほど、っていう形になってますので、メンバーも本当一人としてしっかり、それはもうこういう活動を登録してやってますって言ってもいいんですか？そうですね、もちろんです、クラブメンバーでやってます、はい、あ、いいですね、一、はい、つのね活躍の場もあるし、なんか自分がなんかどっかに撮ってるって嬉しいから、ね、うんうん、そういうのもいいですね、はい、ありがとうございます、素敵です。はい、あと告知とかなんかあります？まあ、ちょっと先になっちゃうんで動画ですか？そうですね、でも結構そのメイン事業の他にもさまざまなプロジェクトが陰で、うん、あの潜んでいて、常にこうあの進化が激しいアクセシビューティーなので、うん、ぜひ常にねこうあのインスタグラムやあの各媒体チェックしていただいて、はい、たくさんあのチャンスや面白いことなど用意してますので、あ、いいですね、はい、じゃ あのその辺は僕の SNS とかでもいいです、ありがとうございます。2023年はですね、実は皆さんが参加できるイベントみたいな、あ、イベントいいですね、ちょっとあの、うん、準備しているので、コロナも多少落ち着いてきて、 うまくやれる感じになってきたから、はい、そういう部分で皆さんにもお会いできたら嬉しいです。あ、じゃあ僕も遊びに行きたいと思います。ありがとうございます、遊びましょう、はい、はい、じゃあそんな感じで本日、はい、アクセシビリティの薄井理恵さんからいっぱいお話を聞いてきました、はい、なんかやっぱそのみんなのきっかけになると本当にいいなと思うので、ぜひこの動画もシェア拡散していただいて、あのポルテとかアクセシビリティさんのインスタグラムもフォローしていただいてチェックしていただければと思います。本日、薄井理恵さんとお話いただきありがとうございました。ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。トリスマ。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったよ、参考になったよという方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。